Python の標準データ型階層データ型とは、コンピュータプログラミングや、計算機科学において、そのデータの扱われ方を、コンパイラやインタープリタに知らせるための属性である。単に型とも言われる。多くのプログラミング言語は、整数型、不動小数点型、ブール型、文字型といった基本データ型を備えている。計算対象にされるデータは、しばしば値と言われる。 データ型は式内の値を制約して関数への適用可能性や変数への代入可能性を定義する。データ型は値の集合の概念と禁似している。データ型は型システムで扱われる。型システムはデータの定義と解釈と用法を定義する形式体系である。プログラム内の多種多様なデータ間の計算の整合性を保ち、 不適切な計算がなされないようにするのが、型システムの目的である。これは、型安全性と言われて、安全なデータ計算を保証する概念である。計算機科学者、デビッド・パーナスは、データ型の5つのタイプを定義している。統合ただの表記であり、意味論がない。ただ、記号の整合性を重視する。表現から、意味論を持たせている。構成、構造。 役割の整合性を重視する。数値とポインタチの違いもそう。表現動作データ表現に関数、演算子をつけたもの。値空間データ表現の論理席や論理話などによる空間表現。値空間動作空間表現に関数、演算子をつけたもの。データ型のバリエーションは個々の型システムによって定義される。 例えば数値を示す型として C 言語の型システムは INT およびフロートを持ち JavaScript の型システムは Number のみを持つそれぞれの型システムが規定する型の分類が存在しまた関連的にプログラミング言語問わず行われる分類も存在する複数の観点から型を分類することができるまた処理系の実装の側からの観点が強い分類だが レジストなどのワードに値が直接収まる型と、ワードにはポインタが入り、ポインタの先に実際の値がある型、といったような分類もある。言語処理系実装の論文などで、前者について、イミディエートという表現が見られるかもしれない。ポインタ自身に型などといったような情報を含ませることもある。なお Java では、Java におけるクラスのインスタンスであるオブジェクトについて、 その型は参照型であり、INT などそれ以外の限られたすべての型は、プリミティブ型である。ユーザーが定義できるのは、型を定義できるというよりも、クラスを定義できると、表現するのが正確ではないかと思われる。以下に代表的なデータ型を列挙する。配列型、関数型、ポインタ型は、大抵の場合、それぞれ、型の配列。 型、を引数に取り方を返す関数、型へのポインタといったような型である。いくつかの、よくできている言語には、総称型など、そういった型を一般的に扱う仕組みがある。いくつかのそうでない言語では、アドホックにそういった、派生形を作ることができるものがある。パーネス、D.L. ショア、ジョン・ e ウェイス、デビッド、アブストラクトティープスディファインドアズクラスズオブベリアブルズ。 Proceedings of the 1976 Conference on Data Abstraction Definition and Structure New York New York, USA Acme Press DOI 10.1145 8 0 2 3、HTTP、7 8 0 7 1 3 3 h t t p コロンスススラララッッッシシュュデクドットドイドット o r g スラッシュ1 0 1 1 4 5スラッシュ8 0 0 2 3 7 8 0 7 1 3 3機械号における命令の直後に引き続いたデータという意味のイミディエートと似ているが異なるものなので注意が必要ありがとうございます